ちょっと恥ずかしさも感じてます。い<や>わあ、よろしくお願いします。ます改めまして、桃月なしこさんです。よろしくお願いします。桃月なしこです。よろしくお願いします。 いやもうね皆さん前作見てると思うので分かると思うんですけど今回ちょっとトリニティの衣装で、はい、トリニティを意識した衣装で、はい、来ましたいやバッチリサングラスもこの形ですよ <laughs> 確かにねちゃんとここまで意識しましたんで今回はいやー素晴らしいですやっぱりポイントというと、はい、まサングラスもそうですが他にもあります,かそうです、ね、サングラスも,もうこの全身のピタッとした黒タイツみたいなのもそうなんですけど、はい、やっぱ一番は髪の毛。 めちゃめちゃ今日ワックスべったべたにつけてるんですよこんなワックスべたべたにつけることもないのででもなんか原作の方でも作品の方でもだいぶきっちりとされてるじゃないですか、はい、トリンキーがなのでそこまでちゃんと意識して頑張ってべたべた塗っていただいてそうですかかっちりままとめてきましたいやーバッチリでございます、はい、なかなかでもコスプレをよくされるモツキさんでも、はい、ここまで、まあ、シックなと言いますかこうボディースーツのようなことって、ね、ないです、ね だから、こんなにあのお洋服着ているのにもかかわらず、体のシルエットが出る。衣装って着ることないので、うん、ちょっと恥ずかしさも感じてます。いや、そうですね。その20年前の時でもアクションシーンがとにかくかっこよかったんですよ。もう本当に今見ても、これは20年前の作品なのかって思うぐらいめちゃめちゃ。 かっこいいんですよだけど映像技術ってやっぱりどん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 進化していくからあれ以上のアクションシーンが今作でも見れるのかなって思うともうドキドキが止まりません。そうですよね、はいもう